一方こちらは白鷺一丁目にある福蔵院です。境内周辺に植えられているのはソメイヨシノや早春桜などおよそ30本。現在は二分咲きといったところでしょうか。こちらお寺ならではの景色を醸し出すソメイヨシノの巨木、満開時鐘楼を背景にしだれかかるその姿は美しい構図を描き、写真映えすること間違いなしです。およそ500年前に真言宗の寺院として創建された福蔵院。この他にも境内には樹齢350年の花輪の木や3月に咲くという品種の早春桜など様々な樹木が植えられ、四季折々に訪れた人の目を楽しませています。また大変珍しいとされる中野区の登録有形文化財の13仏も保存されています。福蔵院へのアクセスは西武新宿線鷺宮駅から徒歩2分となっています。これから満開を迎える桜を楽しみにお出かけになってみてはいかがでしょうか。